あ、ハロウィンのパーティーか。アレス平安結婚式場でなんかちゃね、あのあれだ、ハロウィンのなんかキャンドルナイト出たらちょっと入場無料だって、行ってみよう。やべえ楽しい。お、結婚式場なんだって、ホテルじゃなくて、ホテル、あ、パレス平安。綺麗だね。お、ピアノ弾きてえな。はい、ありがとうございます。男性サイズの旅になりますね。なんかあのハロウィンのなんかこう、はい、あのグッズとかがいっぱい売ってる。そうなんですね、私普段からハロウィンっぽいので、はい、あ、なのであまり特に今日はスペシャルではないんですけど、ホテルの方に、あの係員さんにちょっと撮影許可いただいてるので、はい、はい、ホテルの、あと普段こうドレス作ったりしてて、あ、イベントに出展してますので、あ、はい、お待ちください。ありがとうございます。生椎茸と干し椎茸バッグなんですけど。生椎茸と干し椎茸バッグ。どうですか。あ、面白いですね。はい、こちらもあとお面バッグなんですよ。ああ。あ、バッグなんですか、それが。バッグなんです。ああ。イケメンでしょ。私の一番おすすめなのホットコです。ノックって呼んでるんですけど。面白いですね。バッグ、スマホが入ります。これもニャグネットです。ああ、これはあの、あ、ま、あのニャグネット、ニャグネット、あ、磁石、ニャグネット、あ、ニャグネット、あ、磁石ではなくニャグネット、ニャグネット、あ、わかりました。どうでしょう。しつこい感じが嫌われる。冷蔵庫とかに、そうです、ニャグネットです。どうでしょう。あ、じゃあニャグネット一つ。本当ですか。はい。どの子がいいですか。どの子も可愛いですけど、なんかこの、この子がなんかニャーって感じで春ですね。はい。じゃあこの子で、あ、はい、ありがとうございます。400円。はい。お、こっちなんかあれだね、あのなんかこう通路だね。すごい、探検してるみたいだな。探検大好き、人生は冒険だ。もうやば、雰囲気やば。思いがけぬこんなね楽しいひとときが。すごい。素晴らしいイベントですね。ススキ？毎年ハロウィンのなんかこうイベントやってるんですか。はい、あ、そうですね、今年で3年目になります。あ、そうなんですか。はい、あ、
ハロウィンの他になんかこう例えばクリスマスとかもなんかこう、そうですね、大体は11月か12月でキャンドルナイトで同じように中にキャンドル点灯させていただくイベントも決定でさせていただいてます。あちら大聖堂で、はい、いつもの、結婚式で使用してる、すごいですね、はいはい、すごいなんか神秘的な、そうですね、ちょっと今軽く立ち寄っただけだったんですけど、はい、あのすごくなんかここ外から見えて、はい、帰りたいなと思ったんで、はい、ありがとうございます、はい、通常ですとね結婚式とかじゃないとなかなか帰れないので、はいはい、皆さんにちょっとあの癒しと、はい、非日常を味わっていただけ、いいですね、はい、なんかすごい素晴らしいイベントだなと思いました。ありがとうございます。多分12月もクリスマス時期とかはしようかなっていうので、あ、そうなんですね、あ、イルミネーションとか、あ、そうですね、このあたりとか、あ、いいですね、はい、パリスヘアのインスタに多分情報が上がると思うので、そうなんですね、よかったらその時期またチェックしてみてください、はい、はい、ちょっと結婚するときはここパリスヘアで、はい、ぜひ式を挙げさせていただきます、はい、ありがとうございます、どうもありがあ、めっちゃ楽しかった。階段で登っていくんですか。あ、こっちですか。あ、どうも。あ、はい。いや、いいね。一人で探検するなんか楽しいイベントだ。本当来ました。背でっかい。ありがとうございました。あ、楽しかったです。ありがとうございました。いやめっちゃ楽しかった。面白かった。ヤグネット貼り付けてみる。にゃーっと。鳴き声が聞こえてきそう。ここになんか吊り下げるのあるかな。とりあえずここに貼り付けてみる。しゃ。